オールライトニングは日本の競争場、乗馬である。主な勝倉は2015年の慶応杯2在ステークス。北海道や九州産ではなく、本州、栃木県産馬として無敗の2連勝で重賞勝利を達成。ファ春に骨折を発症したが、競争場リハビリテーションセンターにて約半年間リハビリテーションを行い、競争場として復帰。それから約2年後、 6歳で3勝目を挙げた。半姉に2008年の小倉2歳ステークスを制したデグラーティア。場名の由来は火の玉。2013年4月21日、GI 級優勝馬であるナスの寿、ナスのちぐさを生産した栃木県のナスの牧場にて生まれる。グリーンファームが保有し、1口当たり7.5万円の200口。 総額1500万円という条件にて募集される。募集時のパンフレットには、あと、ムクロや肩にみっしりと筋肉がついた馬体は、まさに父大和メジャー譲りや、二歳線から小馬線まで、長くお楽しみをいただける競争馬に育ちそうという、売り文句が付されている。チェスナットファーム、ノーザンファーム空港牧場にて、初期順次、育成を行った。 ノーザンファーム空港牧場では、ノーザンファーム生産場の同世代よりも遅く入厩したが、機上育成を始めると、先に進めていた同世代のペースに追いついたという。父である、大和メジャー由来の前向きさ、集中力の高さを持つゆえに、調教のピッチが上昇し、順調に育成が行われた。2歳となった2015年7月上旬に、 トレーニングセンターに移る構想も存在したものの、夏の暑さを考慮し、次長、トレーニングセンターへの移動は、8月下旬まで延期することとなった。ノーザンファームしがらきで検疫を行った後、9月4日に、立東トレーニングセンター、宮本博士長教師のもとに預けられた。入級後のゲート試験も1回で合格し、デビューに向け、調整が続けられた。 2歳10月12日、京都競馬場の神話戦に、浜中俊と共に、単勝一番人気で出走、好位からほぼ、馬なりぬまま坊さ c に千馬神2分の1話て、デビュー戦で勝利を挙げる。浜中は、しっかりゲートを出てくれることから、半姉のデグラーティアに似ているとし、ボバのため、いい意味で、つぶさがあることから距離を伸ばしても大丈夫であると、判断した。 続いて11月7日、k 王杯2歳ステークスに、福永祐一が、起乗予定であった。しかし、前週のスワンステークスにてローブティサージュから、落馬、右検査関節打球、右鎖骨剥離骨折のために、k 王杯2歳ステークスでの起乗が不可能となり、代わりに、エビが正義を安城に起用し参戦することとなった。単勝5.7倍の2番人気の評価を受けて、 発想。逃げるレッドラウダ、キングライオンを前方に見据えた、3、4番手の行為を、最終第4コーナーに至るまで保ち、第4コーナーの入り口にて逃げるレッドラウダ、内から位置を上げたサイモンゼーレに並びかけた。最後の直線にて並んだその他2頭は交代し、先頭に立ち、後方から差し切りを狙った、アドガヤモラール、一番人気シャドウアプローチの追い上げを、封じて勝利。 二連勝、重賞初勝利を果たした。栃木県サンバの重賞勝利は1984年のグレード制導入以降で8投目であり、2008年のコラニサイステークスを制したデグラーティア以来7年ぶりであった。エビナは距離は2000メートルまで大丈夫と解雇した。リオンディーズ続いて12月20日の朝日杯フューチュリティステークスで初めて GI に参戦し、 単勝オッズ13.8倍の4番人気に押されたが、優勝したリオンディーズから1.4秒離された11着と敗退した。エビナは息っぷりが悪く進まなかったとし、明確な範囲を上げることができなかった。レースから5日後、ノーザンファームしがらきへ放牧へ出された。3歳、レインボーラインノーザンファームしがらきでの放牧を終えて、帰球し、 2月27日のアーリントンカップに落馬による負傷で、KO 杯2歳ステークスに起乗できなかった福永とのコンビを再結成して参戦。単勝オッズ4.9倍の2番人気の支持を受けて出走した。後方9.10番手で進み、追い上げを試みるが伸びず、勝利したレインボーラインから0.2秒離された発着に、敗れた。 福永は逃げ馬の後ろから行為で進むつもりだったが、先行する馬についていくことができなかったという。ダンツプリウス短期放牧をこなし、NHK マイルカップのトライアル競争であるニュージーランドトロフィーに参戦。宮本は前回、前々回不発に終わった阪神競馬場での出走から、今回の中山競馬場での出走によるコース代わりに期待していた。安はエビナに戻り、 単勝オッズ9.0倍の5番人気の評価で、出走。スタートから中断に位置し、最終第4コーナーでは、ババの外側3.4番手から進出を試みたが、後退しバグンに沈み、勝利したダンツプリウスから1.2秒離された12着に、敗退。エビナによれば、道中の後ムクロの落鉄により、バランスを崩し本来の走りを見せることができなかったと、いう。レース後、 獣医師の診察を受けたところ、低鉄の外れた右後ろ足は筋肉痛だったが、もう片方の外れていない右前足の第一、死骨剥離骨折が判明し、全治に3ヶ月以上かかる診断を受けた。自創に NHK マイルカップを予定したものの、断念することとなった。4月14日、骨片除去手術に成功し、骨片を取り除いたが、全治に6ヶ月相当であると判明。 4月21日、治療のため、福島県いわき市の日本中央競馬会競争場総合研究所競争場リハビリテーションセンターに移動した。プール調教などリハビリが施されながら、約半年過ごし、9月9日に競争場リハビリテーションセンターを離れた。ノーザンファームしがらき、旧社で調整された後、11月13日のオーロカップで戦線復帰し、 勝利したナックビーナスと0.2秒差の5着、続けて12月17日のリゲルステークスで勝利したマイネルアウラートと0.2秒差の4着となった。4歳から5歳小馬となり、芝屋ダートのオープン競争、高級して1600万円以下の競争に参戦。2年間で12戦に出走したが、2着1回、3着2回が目立つ程度で勝利を上げることができなかった。 6歳から7歳2019年1月27日の京都競馬場のアスカステークスに松山公平を安状に据えて出走。7頭立ての6番手から最後の直線に侵入し、馬場の内側で粘る馬を差し切り、後続に1馬進4分の1離して久々の勝利を挙げた。再びオープンクラスに昇格。その後、芝のオープン競争。 リステッド競争に発戦出走したものの勝利を挙げられなかった。最後の出走は2020年6月28日、東京競馬場のパラダイスステークスで田中勝春機場で15着であった。2020年7月4日付で JRA の競争馬登録を抹消。馬事公演にて乗馬となる。以下の内容は NETKEIBA.com の情報に基づく。 abcdefghijklmnop ボールライトニングジャビスサーチ www.jbis.or.jp 2020年4月14日閲覧競争場情報ボールライトニング jra.jra.jp 2020年8月18日閲覧なすのことぶきジャビスサーチ www.jbis.or.jp 2020年8月18日閲覧。ナスのちぐさ、ジャビスサーチ。www.jbis.or.jp 2020年8月18日閲覧。ab, デフィニットの2013グリーンファーム愛馬会。2020年8月18日閲覧。 abcdefghij, ボールライトニング所属場グリーンファームアイバカイ greenfarm.co.jp 2020年8月18日閲覧 abc, KO、OH、ハイ2歳 SGII, 重症ウイナーレポート競争場のふるさと案内所 u m a f u r u s a t o c o m 2020年8月18日閲覧。ABC、2歳シンバ、人気のボールライトニングが大楽勝。予想を t v サンスポー、コム、2020年7月17日閲覧。2歳児相、ボールライトニングは、KO 杯2歳 s へ www.sponichi.co.jp。2020年8月18日閲覧。 福永祐一騎手が落馬、負傷、天皇賞、秋は、吉田豊に乗り換わり。www.sponichi.co.jp。2020年7月17日閲覧。京王杯二歳ステークス2015年11月7日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com。 2020年8月18日閲覧。ABC、KO 杯2歳 S、ボールライトニング直線伸びて、重傷初制覇。www.sponichi.co.jp。2020年8月18日閲覧。ボールライトニングが、重傷初勝利競馬の KO 杯2歳 S。日本経済新聞電子版。 2020年8月18日閲覧。ボールライトニングに連勝で重賞発。V、KO 杯2歳 S 曲馬プレミアム。p n i k k a n s p o r t s c o m 2020年8月18日閲覧。AB、KO 杯2歳 S、快速ボール。栃木県三馬バ8頭目重賞 V。予想を TB。 サンスポー、コム、2020年8月18日閲覧。エビス工業、ナスの牧場、ジャビスサーチ、www.jbis.or.jp、2020年8月18日閲覧。jra ホームページ、jra.jp、2020年8月18日閲覧。KO 杯2歳 S、ボールライトニングが、デビューに連勝で、 重症部 V 競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。2020年8月18日閲覧。2歳自走法、ボールライトニング、朝日杯 FSA 引く予想を TV、サンスポー、コム。レース .sanspo.com。2020年8月18日閲覧。 アサヒフューチュリティ2015年12月20日、競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月18日閲覧。ab, アサヒハイ FS, リオンディーズが、直線一気で、V 競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp。 2020年8月18日閲覧。2歳児走ボールライトニングは、アーリントン CA。www.sponichi.co.jp。2020年8月18日閲覧。ボールライトニング、福永マイル克服、アーリントン C 曲馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。 2020年8月18日閲覧。アーリントンカップ2016年2月27日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月18日閲覧。アーリントン C、戦いをえて。www.sponichi.co.jp。 2020年8月18日閲覧。ボールライトニング今週はスッと流す。NZT 局馬プレミアム。p.nikkanspoorts.com。2020年8月18日閲覧。NZT、馬屋の話競馬ニュース競馬予想の馬ニティ。サンスポ日本放送公認 SNS。競馬予想の馬ニティ。 サンスポ日本放送公認 SNS。2020年8月18日、閲覧。AB、ニュージーランド T2016 年4月9日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月18日、閲覧。佐藤直文。7七七子の先輩。丸山の好機場で、ダンツプリウスが。 重症初位競馬専門誌、ユーバ2020年8月18日閲覧。ボールライトニングが骨折競馬実況ウェブ、ラジオ日経。keiba.radionikkei.jp。2020年8月18日閲覧。アーリントン市ボールライトニング衛進12秒1予想を、tb、サンスポー、コム。 レース .sanspo.com 2020年8月18日閲覧 NHK マイルカップ2016年5月8日競馬データベース -netkeiba.com db.netkeiba.com 2020年8月18日閲覧ボールライトニング骨折秋には戦列復帰できる見込み予想を TV サンスポー、コム、2020年8月18日閲覧。それぞれの旅立ち。馬の温泉だより。2020年8月18日閲覧。オーロカップ2016年11月13日。競馬データベース -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月18日閲覧。 リゲルステークス2016年12月17日、競馬データベース -netkeiba.com、db.netkeiba.com net、2020年8月18日閲覧。長岡京ステークス2017年11月5日、競馬データベース -netkeiba.com、db.netkeiba.com、 2020年8月18日閲覧。向川ステークス2018年3月4日、競馬データベースダッシュ -netkeiba.com。db.netkeiba.com net。2020年8月18日閲覧。六甲ステークス2018年3月25日、競馬データベースダッシュ -netkeiba.com。Net dbnetkeiba。com。二千二十年八月十八日閲覧。アスカ・ステークス二千十九年一月二十七日。競馬データベースダッシュ netkeiba。Net com。dbnetkeiba。com。二千二十年八月十八日閲覧。ab。アスカ。s。ボールライトニングが大外から突き抜けて。 久々の勝利競馬実況ウェブラジオ日経。www.radionikkei.jp2020 年8月18日閲覧。パラダイスステークス2020年6月28日。競馬データベース -netkeiba.comdb.netkeiba.com2020 年8月18日閲覧。ab ボールライトニング引退今後は、バジ公演で乗馬。www.sponichi.co.jp。2020年7月17日閲覧。ボールライトニング競争場データ。netkeiba.com。2020年4月14日閲覧。ありがとうございます。